はいどうも、レフティー K です。今回はめちゃめちゃ小渓流をやっていきます。だいぶ崩れてますね。はい、で、小渓流ですので今回のタックルバランスはこんな感じで、まずロッドですね。ワーク59クラス2コルクバージョン、そしてラインはラインシステムさんのロックゲームですね。ロックゲームのロックゲーム PE の 0.5 号、あの視認性がいいラインがやっぱりいいので、どっちかというと、はい、トレースコースとかもね見やすくて、僕は見えるラインの方が好きですね。ってことでロックゲームのピンク色のラインにしております。はい、でリーダーは、ライトゲームリーダーのナイロンの8じゃない、これ6ポンドですね。6ポンドにしております。でリールは、ルビアセアリティの 2500SH、 軽いです。でルアーはこれですね、カナデ50カジカガエルにしております。とりあえず50からスタートして様子見で、ね、40にしたりとかやってみようかなと思っております。では早速やっていきましょう。どっか行きそうやけどね。めちゃめちゃ チェイスマッシュ、もっとちっちゃくした方がいいかもしれんな。ちょっとルアー変えましょう。かなで40やったかな。はい、ルアーをちっちゃくしました。うん、こっちの方がいいね。こっちの方が釣れそうだ。あ、きつい。ここはおるやろ。よっしゃ、来たー、いました。来ましたね、山本ちゃん。よし、これですね、カナデ40。あ、いいな。まあちっちゃいけど、ちっちゃいけどこのロケーションで釣れる山本ってやっぱりいいよね。はい、きれいきれい。わ、すごい、主点がすごい、アマゴみたいな主点が入ってますね。アマゴかなこれすごいな。はい、身を隠しながら。サイズはちっちゃいけどいてくれることが嬉しい。おっしゃ、あー惜しい、変わっちゃった。もう次はないかな。結構いますやん。よっしゃ、来た来た来た。ほらちっちゃいけどね。
綺麗綺麗、大きくなってくれ。すげ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 え、雨乞いになるのかなここ。いやそんなことねえだろう。支点が多いヤマメでしょうこれは。おらんか後ろ。とどまりにくいわな。いるとしたらあっちの方かな。もう一個下。おっしゃ。おら来た。よいしょ。よっよっ。あーごめんなさい。ごめんなさいね。ああやって狙わないとちょっと躊躇しちゃったな。ちょっと期待してた感じと違うな。いるでしょうけど。危ない。よっしゃ、あ惜しい。おーおーおー、やばいやばいやばい。ヤマメめちゃいるよ。おっしゃ、あー高かった。ちょっとすれやけどかかりました。なんとか。ごめんね、すれやけど。よしよし、とりあえず、わ、これでかいやん、思ったより。すれやけどごめんなさいね。あ、この子は太ってる。はい、ちょっとごめんね。あ、針外れた。はい、コンディションがいいっすよね。太い、すごい太いです。はい、ごめんな。危ない、空洞になってる。おお、超いい場所。おらんのかい。おらんのかい。おらんのかい。あれこれまじいな。おらんすね。ここでこんかったらもう降りないでしょ。ゼロ。よし、移動します。
うわ、ちょっと追いつけてねえな、やっぱりいましたね。ちょっとこの辺から丁寧に、あ、丁寧にやっていこう。あいるね、いるいる、いますいます、いましたね。よっしゃ、来た、ヤンマメちゃん50でも来ますね。よいしょ、4号と比べてちょっとレンジ入るんでこっちの方がいいかもしれんな。うん、かわいいね。それにしても、はい、バイバイ。めちゃくちゃ小規模渓流です。あのね、目の前をね、あの踊り灰っていうのかな、僕らは目つぶし灰って呼んでるんですけどね、目にもう入り込んでくる。おっしゃ、あ、割といいサイズだ。とっとといきなり来た。あ、1匹目でこれかよ。よし、よいしょ、よし、入った。ちょっと待ってください、1匹目でそこそこいいサイズが出ました。はい、これです。テロップにも載せてますけど、これですね。はい、ちょここに置いといて、手を濡らして、グローブ忘れちゃった。冷たいな、水が。結構思いのほかいいサイズでした。はい、はい、綺麗です。ヒレも、うん、コンディションいい、サイズも悪くないな。ありがとう。やべ、ここ期待できるぞ。あ、出てきたけど、出てきたけどダメでした。そこまで大きくはない。ちっこいのもいますね。やっぱあ、次がない。目つぶし灰がやばい。こういうところは、まあ、たまにおるときあるけど。おい、ほらね、しかもそこまでちっちゃくはない、アホみたいに。よし、あ、綺麗だ。よし、はい、めっちゃ、ちょちょちょ、はい、ちょちょちょ、はい、うん、かわいいけど、この赤いラインが少し入ってますね。はい、はい、OK。よっしゃ、来た来た来た。わ、割とサイズいいんですよね、ここの。あ、これ大丈夫か。そこまでないよ。引きが強かったな、めっちゃ。で、ちなみにですね、あ、バレちゃった。ちなみにこのワーク59、6号、宮崎ではプレソンさんですね、釣り屋さん、そちらの方でね取り扱っておりますんでね、注文または店頭に置いている場合はね、そこから購入してみたり、ちょっと触ってみたいなとかいう人いたらですね、ぜひ店頭に行って触ってみてください。わあ、いいですね。
反対側。こういうポイントは不用意に近づかないことですね。おっしゃ来た、あーよしよしよし、来た、あ、外れたごめんね、そんな大きくなかった、もう近づいちゃったから。ここら辺を、大抵そのイワナとかいたらね、こういうとこもうとんでもないイワナがいるんですけど、いませんからね宮崎は。一応厳密に言うとですけど、ここはね、おっしゃ、来たな、おっしゃ、おっしゃ、来た、もうよし、そんな大きくないけど、あマジか、やってまうた。なかなかカボシ出してますねこれ大丈夫、大丈夫か、これ怖いです、傾いてます、怖いです、非常に怖いです。また大丈夫そう、よし、ここからエントリーします。まあ埋まってますな、やっぱり。よっしゃ、来た、めちゃくちゃちっちゃい、めちゃくちゃちっちゃい、すごいぞあ、外れたオッケー、よし、あー厳しい釣りだ、ヤマメ釣りは。おっしゃ、来た、よし、食わせた、なんとかやったよ。よし、しかもそこまでちっちゃくはないけど、やっと食ってきましたね。あ、外れた、コトコトく外れる。でも綺麗なヤマメでしたね、ごめんなさい。マジでキャストが定まるちょっと、よっしゃ、よいしょ、来ました、やっと来た、久しぶりに、ちっちゃいぞ、水がめちゃくちゃまだ超絶冷たいですね。ああベイビーヤマメ